生まれはロシア、最初は完成、舞台は東京、ピロシキーズです。どう、最近世間のニュースとか見てる？見てるよ。テレビとかで見てるの？まあ、テレビも見るけどネットでも見てるよ。ネットで。何、最近気になったニュース？最近枕営業あったな、それ。あれやな、マリエっていう人が、うん、今33歳けど昔18歳ぐらいの頃にヘキサゴン出てた時に島田紳助に、うん、そう、枕営業を強要されたことを最近 LINE ライブで言って、うん、ほんでまあその場に出川さんもいて、やりなよやりなよって言われて、でそれをガチで断ったら番組降ろされたみたいな内容やな、枕営業の。それで今なんか炎上してて、まあわからん、ほんまか嘘かわかりません。マリアさんが嘘ついてるかもしれへんし、今更なんでない、島田紳助が嘘ついてるんかも分からへんし、出川さんとかも一応否定してるからね。枕営業やってる？枕営業、そうだね、やりたいけどね枕営業なんかね、あの自分はその東京に行くって言って、うん、もしかしたらなんかテレビとかできたらなんかちょっと面白いなみたいなことを言ってたら、うん、めっじゃあなんか言われたの、周りから、うん、テレビなんてもう超来てない、もうあちこちで枕営業やばいぞみたいな、お前行ったらもうなんかいろんなところでやれみたいな言われて、もうなんかズタボロになるぞみたいな、なんかすげえこう言われて、そんなに来てないもんなんかなと思ってテレビ、で入ってみたら全然来なくて、その枕営業らしきことが、いや俺も事務所入るときに、あ、あの枕営業します、なんかチェックとかありますか、逆に言ってた。で、なんか枕営業する宣言もしたけど、もうこう必要ないみたい、枕営業募集中いやダメ、違くないします、全然やめなよ、ペロリペロリブチュ、ペロリじゃねえよ全然。今回の件が事実どうこうは別として、枕営業ってあれちゃん、反対派賛成派？賛成派反対派で話すことでもないけどな。おかしいけど、うん、それはなんか枕営業らしきものを見たことないから、うん、じゃあさ、すごいあれちゃんずっと名前出したらまたあれか悪いかわからんけど、あれちゃんはずっとイッテ Q に出たいって言ってたよね、確かにで、イッテ Q の偉い人がさ、あれちゃんいいじゃん、珍獣ハンターいいと思う。珍獣ハンター。でもその珍獣ハンターするにあたって先に珍獣してもらわないといけないことがある、ね。ちょっとそんなキモいこと言ってくる。そう、この珍獣をちゃんと収めることができたら、俺はもうあの珍獣できるようにしとくからさ。どうよ、珍獣する？ちょっとそれ言われたらキモいわ。無理珍獣。それは無理珍獣になるわ。もうほんまに無理ですってなるわ。なんやろ、枕営業ってなんか自分もねカメラマンとかそういうのいっぱい繋がってるんだけど。うん、聞いた感じだとテレビ側とか偉いさん側が枕営業しろっていうよりも、うん、女が来んねん、自分から行くっていうね、うん、うんうんうん、らしくて、雑誌に乗りたいから、うん、もう何でもやりますよねみたいな、うん、っていう、俺がそれ、マネージャーがやんねん、何でもやりますよねみたいな、行きますよいつでも。俺なんかまあ最近コロナでないけど、なんかどっかの番組、今出てる番組じゃないですよ、一応言っときますけどね、うん、のなんかプロデューサーさんとかと行った時に、え、なんかあ希望の方いますかって言って、やめろや、もうそれ逆に怖えわそんないらねえしとかってすごい言われて、うん、でもそほんまになんか自分聞いてる感じだと、女の子側から来て、そのなんかマネージャーもそういう売り込みをして、女の子も知ってるわけで、うん、それをなんか逆に、いやいやいやそんな無理ですみたいな。あね、なんかまあ最近は特にやっぱ SNS が発達してるっていうのもあって、すぐ表に出ちゃうし、まあそういうのはなかなかな、断ってるんかなとは思うけど、まああるっしょ、あるあるっしょ、あるっしょ、だってテレビ見てみ、うん、こいつなんでおるんってやつおるもん、たまにいるね、こいつ何みたいな、こいつ何、なんかさんま御殿出てさ、牛じゃねえかよ、お前は牛じゃねえかよ、滑ってるけど、なんだ誰なんこいつちょっと待って、それは牛じゃねえか、コテコテの関西弁を喋るロシア人、肩書きうっすうぜえ、ちょっと私が枕営業聞くんじゃねえかよそんなのまあまあそれはな、ちょっとさ冗談やけど、ちげえよわかりました、いや嘘ですよ、そういうことないけど。びっくりしたわ、ほんまに。まあでも、俺が思うには、俺の勝手な意見な。うん、枕営業、いいんちゃう？いや、俺はいいんちゃうってちょっと思って。だってさ、まあディレクターと、まあやったとして、その関係を持ったとして、うん、まあその付き合うとかそういうの抜きにしてね。で、関係を持ったら、もう、それ枕営業呼ばわりされるんでしょ？それなんか仕事もらうためにやらなくても。あ、このディレクターめっちゃいいかっこいいっつってそれやっちゃってさ、
でそれたまたま、あ、まあ、こういう仕事があるから出るっつって言われたら、それ枕営業なの。ディレクターとかにさ、恋しちゃうよね。あ、ディレクターしちゃうよね。逆にかっこいい感じがあるね。うん、なんかこう、パーって来て、ここでこう、こうでお願いしますとか言われたりして、すいません、これでこうで、ここ、こういうふうに言ってほしいんですけど、ここがこうで、みたいな。あと、カメラマン。カメラは？もうそうだ、カメラをロケ中にずっと持っててさ、ちょっとかっこいいよね、この思うやつ。ワイルドで。なんかね、仕事してる姿に惚れるかもしれない。なんか自分最近それ気づいたかも。こうやってる姿を見て、あ、いい。職場、まあ職場恋愛の一員じゃないけど。あ、でも職場恋愛やん、こんな。そうそう、言い方によってはな。じゃあ何なのそれ。何、普通に OL とかがさ、社長いいなって、社長がフリーでさ、でそのやっちゃってって、社長がこんな仕事あるからじゃあお前にやるよって。後からそれで仲が悪くなったら、あの時は枕営業でしたって言ったら、まあ、暗営業になるんちゃう。それはずるいやん。まあ、ずるいけど、そういうのもあるし、まあ、ただ俺の中ではな、まあ、それは違うでしょっていう話だからいいんだけども、ほんまに仮にあったとしても、言うておもろいやつがおらんと、テレビとかもそうやし、能力のあるやつがおらんと回らへんことに変わりはないやんか。どんなに全員枕したとしてもな、全員枕の人出すわけにはいかないわけよ、能力もない人をね。能力のある人になればいいやん。枕営業が嫌なんやったら、才能がないやつが寝てるって言いたんやな。そう、ちょっとで、これそう思うねん。だって才能がなくて、それでおもろいこと言えへんから、テレビに出られへんから、だから枕営業する羽目になってるんじゃないんですかっていうふうに思っちゃう。それはね、番組の中ではおもろい人ばっかりおってもあかんから、空いてる枠に誰を入れようってなった時に入れがちなのが枕営業の人なんちゃう。だからその枠やん、その枠でしかないねん。能力があったら俺絶対それで枕営業しろじゃない、出てくださいやと思うねん。おもろくなりそうなんで出てくださいってなると思うねん。だからこれ言ったらまたなんかべしだなんだとか言われるかもしれんけど、でもそれってな、まあ枕に限らへんねん。例えば会社とかでもさ、これ男女関係ないで、男とかでもさ、なんか上司と飲みに行ってさ、あ、ちょっと次ですよみたいな、ね、さすがっすね、いやすごいじゃないですか、それすごいっすか、え、ちょっとじゃもっと飲みましょうよみたいな、やってるやつもおれば、それをやらんでも能力があるから登っていくやつもおるやんか。でもちろんこれをやってるやつは何もやらんやつと比べたらそれは行くよ、もちろん。でも能力もないのに何もさやらへんかったらさ、それは登っていかへんわなって。だから能力を伸ばすか、そういう、まあ、枕っていうとこだけに絞ったら良くないよ、もちろん。まあ、リエさん18歳やったからな、それ以前の問題もあるから、それ全然もう良くないんやけども、ただこう、媚びを売る的な、ね、やり方で仕事を取る人っていうのも明らかにおるわけやから、媚び売りたくないなら、能力伸ばしましょうって言ったけど、ふうに私はずっと思ってる。まあ、何回も同じこと言うけど。ね、でも私からしてもね、思ったのが、なんか断られるんじゃないかなって思ってさ、言われてもさ、そんなやりませんみたいな。でも断らないっていうことは、なんて言ったらいいんだろう、自分が人気ないし、テレビとか出てなくて、まだ何も始まってなくて、でもこの仕事が欲しくて、私の弱みに突き上がってっていう、なんていうの、念がこう、こもってしまって、この野郎ムカつく、でもこれやらないと仕事がなくなるかもしれないって言ってやっちゃって、能力がないんですよ。でその何年か後に私やらされたんですっていうのはどうかと思うねん。 そんなにね、その自信あるんだったらちゃんとそこは断って、ごめんなさいけども、そんななんかいつとかそういうのもう無理なんです、本当に申し訳ないです、それで仕事くれないって言うんでしたら、もう分かりました、しょうがない、そんななんかやってでも仕事欲しいとか思いませんからって言ってさ、まあ、それをマリエさんはやったわけだけどな。だから彼女は偉かった、まあ、ほんまかどうか知らんで、それが事実かどうかわからんけど、それを18歳にしてできたのはすごい。でも18歳とかな、やっぱ若い子やと、え、そうなんかなとか、知らんから業界を、あ、そうやって絶対やらんとあかんのやって思っちゃって、まあ、言ってまうってことはあるかもわからんから、そのそういう弱みにつけ込んだやり方をするのはまあよろしくないなとは俺は。汚いやり方、だからもちろんなんか枕営業を要求した側は何も擁護することはもちろん何もないけど、まあ俺は枕営業はもし要求をされてってなったら、この業界においては俺はやっぱ能力それぐらいしかなかったんだなと思って、で、やります。やるのかよ。やります。やるのかよ。一応ね。一応ってなんやねん。この動画はなんやねん。もうあんたが。だから、この動画は何かと言ったら、枕営業を募集してることをちゃんと正式に。やめろ
投票をするという。やめろよ。しましょうよ、枕営業。ちょっと待って、私に来るやん。私に来るやん。いやいや、俺にちょうだい。もうそれ、いいよ。あれちゃん下手くそやから。俺の方が上手いし。下手くそなの。なんでお前が知ってんねん、わしが下手くそって。おかしいな。何決めてんねん、勝手に下手くそって。そう。なんか私にこう、エッチ示しようみたいな仕事あげますって言ったら、ブラス流せばいいの。流してくれたらいいし、でも俺は。でもその仕事は私がやるで。やりな、やりなって思ってる。だからお互いさ。やめろや。やっていこうよ。やっていこうじゃねえよ。もう YouTube もそういう業界だよ、もう。やめろ。俺大手 YouTuber150 万人いるけど、俺最近、なんかドッキリするための女の子探してんだよね。まあ、名前も YouTube の概要欄に貼るしさ。どう珍獣ハンター。これなんだ、なんで私になってんの。珍獣になってんの。もう完全にそれ行こう。もそういうの YouTube ってか YouTube がはびこってると思う。ああそういうもの、ね、なんか裏で見えへんところで、まあ、確かに YouTube の方がなんかもっと分かりづらくもなってきてんじゃない。 そのたまに今ねテレビで取り上げられたりすることはあるけどさ、うん、なんかこういうことをなんていうのファンに強制的になんかね写真をお願いしてたとかさ、まあ、唯一一つ言えるのは、まあもうちょい頑張ったらこの人出る能力があったやろうのに出れない子、もうちょいやったのになっていうこの枠がその枕の枠に取られてしまうっていうところぐらいかな、文句があるとしたら。でももうちょい頑張りなさい、そこはって思う。もう頑張りなさい。やっぱまあ体をもうそういうので売るっていうかこう、俺は一つの努力かなとも思うから。あ、エッチすると思う、うん、一個の努力。努力でしょう、そんなの。俺努力だと思うよ。俺は枕営業やった人に対して汚いやり方とは言いたくないのよ。風俗とかで働く人とかに関してもこんなずるいやり方して金稼いでとも思わへんねん。ずるいっていうか、やれるもんならやってみなよっていう、うん、そう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 、あれだからね。その誰でもできるようなことでもないし。そう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 、俺が言いたいのは、世の中の枕営業を強要されてる女の子とか男の子もおると思うんやけども、そういう媚びへつらいような要求されてる子たちに向けて俺が言いたいのは、能力があったら大丈夫やでってこと。やらんでも、ないならやるしかない。ないならやるか消えるか以上だから、それをちゃんとわきまえてさえおれば、自分の身の立ち回り方、私はもう能力がないことを認めてやりますにするのか、いや私は能力でもっと出直してやってくるからなっていうのでいくのか、なんか、だからじゃあやったことによって自分の心に聞いてほしいんだよ。やったことによって自分が能力ないことを認めてしまう形になりかねないっていうのも、そうです、結果か。そうだから俺はまあ能力はない方かなとは思ってはいるんだよね。自分が努力あるみたいなこと言いやがって、ほらない方だと思ってる。ほら枕営業来ないんです。そうなんですよ。能力があってよかった。これ怒られるかな。え？怒られるかな？怒られるわよ、そりゃ。そんなん。ああ能力があって、ほんまや、よかった。おっきんとか出すんじゃねえよ、お前は。もう今怒られても、なんでもいいわ、もう。